皆様こんにちは。今日紹介しますのは便利なツールじゃないな、ハードになりますね。ちょっと簡単にね、現状を説明したいと思います。皆様充電するときどうしてます？私はね、6個コンセントのある OA タップ使ってるんですけども、スマートフォンが2台、タブレット1台、そしてこのスマートウォッチ1台、あとコンパクトデジカメ、これでね全部埋まっちゃうわけですよ。で、家に帰ってきて、それらを充電するとテレビとかね見れなくなっちゃうわけですね。なので順番に、3つぐらい充電が終わったらそれを抜いて他のを充電するとか、そういうような感じで順番に充電するように順番待ちができているわけです。もうそういうのが嫌になってですね、いろいろ探してたところ、これがね新発売されました。 USB6 ポーツ、スマートハイスピード USB チャージャー、 USB の差し込みがね6個あるんです。コンセントは1つです。1つからこいつにつないで、ここの6個のポートから USB 充電ができるということですね。特徴としてはね、この出力です。合計で10アンペア。ちょっとね本体を見せますけどね、これは間違った、そう、3はサプライです。なんかね安心できますよね。こうやってね複数ある商品中の他にもねあるんですけども、こう特徴はね、ちょっと鍵ができるな、見てください。それぞれがね 2.4 アンペアの高出力に対応してるんですよ。最近ね2アンペア以上ないとこうマックス充電できないタブレットとかね、そういうのもね増えてきてますんでね、これすごいですよ。全部が 2.4 アンペア出力できるって。しかもね、書いてある通りスマート USB システムということで、出力を自動で判別する機能がついてますんで、そんなに出力いらないと、そういう機器の場合はね自動で判別して、弱く出力したり高く出力したり、そういうのをしてくれる、そういうような機能もついてますね。ここに書いてある通り、例えばタブレット3台にスマートフォン2台とかね、こういう高出力のものもね使えるわけですよ。でね、これ本当に人気があってですね、発売してすぐもうネットで Amazon だったかな、もう入荷待ちの状態になってたんですけども、私はね本当運よく手に入れることができました。これ一つあればコンセントの一つ、差し込み一つで、6台も USB 関係の機器を充電できると、そういう便利なコンパクトですね、非常に便利な、ハードになります。これね、どうだろう、今入荷待ちかもしれませんけども、ぜひ見かけたらね購入をおすすめしたい一品だと思います。ということで今日紹介したのは USB6 ポーツ、スマートハイスピード USB チャージャーでした。安心の3はサプライですね。ではまたお会いしましょう。さようなら。